詩篇第2巻64編指揮者のためにダビデの参加神よ、私が嘆くとき、私の声を聞いてください。敵の脅かしから私の命を守ってください。どうか私をかくまってください。悪を行う者どもの計りごとから、不法を行う者どもの騒ぎから、彼らは その舌を剣のように研ぎ澄まし、苦い言葉の矢を放っています。全くき人に向けて、彼らは隠れたところからいかけ、不意に矢を置いて、何も恐れません。彼らは悪事に凝っています。示し合わせて、密かに罠をかけ、誰が見破ることができようと言っています。彼らは不正を企み、 企んだ策略がうまくいったと言っています。人の内なる思いと心とは、そこが知れません。しかし、神が彼らに矢を追いかけられるので、彼らは不意に傷つきます。彼らは自らの下につまずきました。彼らを見る者は皆、頭を振ってあざけります。こうして、すべての人は恐れ、神の見業を告げ知らせ、 そのなさったことを悟ります。正しい人は主にあって喜び、主に身を避けます。心のすぐな人は皆誇ることができます。